はいどうもこんにちは、ブラックスクワット久しぶりに動画投稿になります。まあ、ブラックスクワットね、別に飽きたわけとかではなくて飽きたわけではなくて、バトルフィールド5とかね、ワールドウォー3とかそっちプレイちょっとしていたっていうのと、あとそもそもね、11月くっそ忙しくてゲームする時間がね取れなかったっていうだけなんですよね。なんでまあブラックスクワット飽きてはいないんでね、ちょいちょいこれからも動画上げていけたらなって思ってますってな感じでね、もう早速これチームデスマッチじゃなくて、なんだこれ、爆破モードを久しぶりにプレイしてるのかっていうのも、フレンドからね、誘われたんで、そのまま承諾ボタンを押して、部屋に入ったらこんな感じになってたっていう、ただそれだけのことで。ボイスチャットもね、繋いでないんでね、あくまでフレンドのいる部屋に入って遊んでるっていうだけなんでね、まあ、会話とかはないですね。私一人で適当に遊んでます。ということで、C4 を落としちゃったんで、取りに行きたいんだけど、やられちゃいましたね。結構ガンガン押してくる。で、今5対5か、このゲームは。5対5の爆破モードってなんか人気あるよね。なんか昔からのルールなのかな。他のゲームとかでもやっぱ5対5って、カウンターストライクとか、ああいうのが5対5だったのかな。さあ、味方が狙撃している。これなんだ、この武器。マークスマンライフル。お、いいね。1対1になっていく。最近はね、そうだな、なんか、まあ、ブラックスクワットたまにはやってるんだけど、まあ、動画に上げれるような動画とかあんま撮れてないんでね、全然なんですよね。まあ、バトルフィールドをね、ちょっとね、やりすぎちゃってね、ここ3日ぐらいもやってないんだよね。ここ3日はゲームなんもやってないですね。ワールドウォー3もなんか重いしで全然やんなくなっちゃったしね。ワールドウォー3あれもったいないよな。絶対面白くなる要素あったんだけど、なんか重いとかね、そんななんかくだらない理由で人が離れちゃってね、最初1万人ちょっといたんだけど、今もう300人は言い過ぎか、800人とか1200とかかな。まあなんか最近アップデート入って人数取り戻したみたいなんだけど、もう最近なんかもうワールドウォー3のことをちょっと忘れてしまっていて、まあ、今度またね、久しぶりにプレイしていこうかと思いますと。さて、敵がいるんで一回ちょっと避けて、さあ出てこい。あ、これ味方か。C4 拾って設置しに行く。で、まあ、ワールドウォー3の話はそんなもんかな。なんか結構アップデートが入ってね、よくはなってるみたいなんでね、なんかまたプレイしていこうかなって感じですね。で、バトルフィールド5はね、あんま面白いよね、やっぱりあれは。あのゲームは面白いわ。なんか飛行機やたら強いんだけどさ、今。爆撃機がくっそ強いんだけど。面白いね。まあ、飛行機ちょっと乗って、あと歩兵で遊んだりとかかな。突撃兵と。衛星兵で遊んでます。まああれね、とは言ってもね、コンテンツがまだそんなに少ないし、マップも少ないんでね、なんかちょっとね、やりすぎて飽きちゃいましたね。すごいやってたんでね、その時間あればやってた。土日とかは結構やってたしね、平日もね、30分から1時間毎日やってたんで、ね、結構やってはいたんだけど、ちょっとね、最近飽き気味でございます。まあ面白いね、十分面白いんでね、買いです。バトルフィールド5はね、買ってほしいですね。こんな感じでね、久しぶりに、まあ、ブラックスクワットの動画上げていくんだけど、ブラックスクワットはなんか最近アップデートがないな。ハロウィンアップデート以来、なんか、ちょっと銃が調整されたアップデートが入ったぐらいかな。頭抜いていく。さあ、もう一人。あ、奥だね。あ、赤点が見えるんで、これは二人でかかれば余裕かな。さあ、横から出てきたところを叩いていく。そんな感じで2対1になっちゃったね。さあ、爆破モードとかな。爆破モードやるのも結構久しぶりなんだよね。爆破モードあんま好きじゃないんだよ。もう理由はなんか前の動画とかで言ったかもしれないけど、自分がやられたらね、ずっと人の見てなきゃないんだよね。もうそれがつまんない。ただただつまんない。やっぱね、ゲームやってる時間はずっとね、動かしてたいんでね、まあ、そういう理由でチームデスマッチしかやんないんだよね。まあなんか結構ね、占領系のモードもね、好きなんでやるんだけど、まあこのゲームの占領はね、あまり面白くないんだよね。まあ理由は拠点感が近すぎてね、あんま戦略性がないんだよな。そういうのがで、そもそもね、拠点制圧したいんだったら、もうバトルフィールドあるからそっちやるよっていう話だからね。まあ、これはね、適当に、まあたまーに爆破モードやって、いつもチームデスマッチやってりゃいいかな。まあチームデスマッチはね、楽しいんだよね、このゲームの。なんか一発一発が重くて。楽しいですね。最近はなんだろう、なんか昔嫌いだった AKK が使えるようになってきたんでね、これで無双とかそういうのが楽しいかな。さあ設置して、これはもう1対4か。
もう油断しちゃおう、油断しちゃおうってなんかおかしい、味方に任せてラウンド取っていく。つかあれか、これハロウィンの時のスキンだな。ハロウィンなのおっちゃんのスキン、ハゲおじさんのスキンですね。いやハロウィンボックスもな、結構まだね残ってんだよね、開けてないのが。なんか11個ぐらいあって、てかあれ鍵買うのにリアルマネー使うじゃない、だから開けてないんだよね。どうしよう、なんか今度なんだっけ2500ポイントぐらいがよく500円になるんだけど、そのタイミングで全部開けてみるのもありだね。まあ欲しい武器にあるかって言われたらないんだけど、持ってるんで。なんか箱開けるのね楽しいんでね。まあガチャ勢ではないですよ、私はスマホゲーやらないんで。さあそんな感じでね設置していくわけですが、3対1、この時点で3対1はガン有利。さあ敵どっから出てくるのか。お、やられた、1人やられてしまう。で味方が川入る、スナイプ。まあやっぱり爆破モードの武器は AKK が安定ですね。まあ M4 をね使おうかなと思ったんだけど、もう最近ずっと M4、MDR 全然使ってないからもう使えなくなってると思うんだよな。なんでね、もうひたすら AK 使ってますね。まあ慣れるもんですね、この銃も使ってたら。さあ爆弾持って真ん中を様子見していく。ここな、すぐ抜かれるからな。どうしよう、もう行っていいかな。結構私 C4、 おっとちょっと最悪だ、油断しすぎていた。ナイフ持ってやられてるよ、爆弾持ってるのに。まあなんかね、結構ねこのゲームで爆破モードやると大体爆弾持ちになるんだよね。だからあんまり戦闘にね積極的に絡みたくないのと、あとまあ結構設置はねするんでね、ポイントは稼げますね。キルしなくても結構上位にいたりとかしますね。さあ、あこの M4 あれだな、ガチャから当たるやつじゃん、めっちゃかっこいいな。なんか M4 のこれドラゴンなんとかってシリーズちょっと欲しかったんだよね一時期。まあ、あれガチャ回せるやつ Steam で買った方が絶対に安いんだけど、なんか青いところがね揺れてるのがかっこいいですね M4。 さあそんな感じで味方と敵2対2で設置していくか。設置してしまう。まあ2対2で設置しちゃえばかなりこっち有利なんだね。おっと1人抜く、いいね。結構最近ねなんかもうカラフルな武器が増えて、なんか気持ち悪い色の武器多いよね。ブラックスクワット最初そんななんかカラフルな武器なかったんだけど、なんかあれだな、ハンゲームとかアバとかちょっとやってたけど、なんか変なスキンの武器いっぱい多かったんだよな。あれね、あんまりね好きじゃないんだよね、武器でなんか変わった色、こんなよくわかんないね紫色のねナイフとかね、もうふざけてるとしか言いようがないんだけど。さあそんな感じ、結構あれストレート勝ちそうな勢いですね。こっちの味方が強いですね。私はただの C4 設置マンになってるんで、まあ味方に任せてね落札してもらおうみたいな感じで攻めていこうかな。さあ C4 持って前に出ていく。さあ、敵いるね。おっと、あんまり前に出ちゃいけないんだけど、この際おっといるね、敵がいるのが分かったんで。さあどうする、一応後ろ見とくか、後ろ警戒しつつ。これは出ちゃいけないやつだな、これ。どうしようマジで、ちょっと味方、ああそっちでやられた。2対2か、どうしようかな、ついてった方がいいよなやっぱり。おっとナイス、どこ行くんだ、そっち、 OK。 じゃあ B 設置しよう、 B 設置しましょう。さあ、おいなさそうかな。結構ね私はクリアリングが甘いんでね、あらぬところからやられたりするんだけど、設置なんとか設置できた。さあいいぞ、設置して、まあここで守るときにいつもこの辺にいるんだよね。あやられた、これはちょっと粘った方がいいな。
あ、今いた。あ、入ってくる。あ、入った。ちょっと待ってよ。あ、来るね。で、スモーク焚いて、解除して、血を近づいて、後ろ向いてるまあ、あるあるだよね。そっちから来るって思ってたらね、こっち足を取ったってないわけだし。ちょっと面白かった。まあまあ、あるあるですわ、そんな。さあ、6ラウンド取って、残り2ラウンド、ストレートで取っていくのかどうなのか。すげえな。味方、ほぼほぼ味方じゃん。味方ゲーですね。おっと、今当てたよ。一発。一発当てたぞ。はい、スモーク、焚いて、距離を詰めていく。まあ、ひたすらね、近距離が好きなんだよね。どうだ、左か。さあ、ゆっくりと、クリアリングしていく。これワンチャン右にいるんだよね。一応ここ見とくわ。ここで見てやられたら、見ないでやられたらすげえへこむから俺。さあ真ん中見て。いない。後ろから。あいつの目が2対2だ。もう一人やってくれた。さすがですね。さあ残り一人。どこにいるんだ？ムーブトゥー B。B に移動したよ。おっと？カバ入ってく。危な。武器何？あ、スナイパーじゃないじゃん。危なかったね。まあ、これがやっぱね、強力プレイですよ。つか、すげえな。なんか、あの、星ついてる人って、どんだけやったら行くの？こんなに。星ついてる人。階級が星の人、すげえな。さあ、最終ラウンド、どうなるか。やば。当ててないな。ああいう時ね、ヘッドショット一発入れるか、まあ、体に一発当てればいいぐらいな感じでやってるけど、なるべくね。おっと、よし、一人やった。ん、右か。こっちだな。こっちいるね。ちょっと待って、後ろやられてね。あ、やば、見られた。あー、ちょっと待って、惜しいな。構えときゃよかったね。おっと、ここでラウンド取られる。いや、もう全然関係ないけど、なんか最近、なんかバーチャル YouTuber、まあ、最近でもないか、結構前からバーチャル YouTuber ってのが出てきて、まあ、あれが何なのかよくわかんないけど、なんかバーチャル YouTuber のなんかスキンとか、なんか自分の表情に合わせて顔を変えてくれる人形みたいな、なんつうのあれ。あれをね、ちょっとダウンロードしてね、遊んでみたらね、面白かったんでね。なんか今度あれですね、あの、こういうゲームやりながら左下にね、気持ち悪いキャラクターの顔とか出す日が来るかもしれません。なんかね、ちょっと新しいことね、やってみたいなって思ってるんで。まあそういうね、感じのちょっと動画も作ってみようかなって思ってます。で、またラウンド取られてしまう。そういえばな、最近 MP7 使ってないな。 MP7 ね、ほんと好きだからね、たまには使いたいんだけどね。結構ブラックスカットね、みんな上手くなってきたんで、MP7 私が使うともうひどい結果になっちゃうんだよね。まああれ弱いからね、なんだかんだ言って。かなりね、このゲームの中じゃ MP7 弱いんでね。なかなかね、使えないんですよね。なんか、狭いマップとかで特攻でもしないと。これ頭抜けるよ、絶対。はい。抜けなかった。おっと、ちょっと雑すぎたね。おぉ、SR か。SR であそこ攻撃するの難しいやん。なんか爆破モードの割には C4 設置が少ないな。今、11ラウンドやって C4 設置してる人全然いないんだけど。半分以下じゃん。
なんか軽い簡単なエリミネーション的なねモードになってますね。しかしな、このオレンジのハンドがあんまり好きじゃないな。あ、いる？ちょっと待って、ここのね出て左いるんだよね。こっち先にやりたいかな。さあ、おっと、いた、頭抜いてく。危ない。あそこないるんだよな。さあ後ろ回って4からの作動だ。そっちはあ、いるの？そこいるの？カバー入れないや、そこは。あ、まだいるね。 OK、 あそこだな、いた。はい、あ、出ていく。さあ、なんとかラウンド取って終わりか。いや、難しいわ。やっぱチームデスマッチはね、結構まあ、得意っちゃ得意なんだけど、爆破モードはね、まあ、なんか爆弾投げるタイミングとかも分かんないからね、あんまり私強くないんですよ。ってな感じでね、また続きやっていこうと思います。以上、次の動画でお会いしましょう。